旅に出ることや何かに挑戦することだけが冒険じゃない。先の見えない時代です。生きていくだけで十分に冒険なんだ。ある26歳女性は今日、殺風景だった部屋に花を飾りました。ある28歳男性は今日、初めての店に入ってみました。それぞれの日常の中で小さな一歩を積み重ねながら進む。そしていつか振り返った時、この道が自分の冒険だったと気づく日が来るのでしょう。生きてくだけで冒険だ。本格米焼酎白竹白と白竹香る。